リーガルハイがクランクインしたのは2013年1月21日。場所はフランスではなく長野県白馬村。フランスのスキー場という設定なので現場の雰囲気もこんな感じです。さあ、キャスト陣が現場にやってきました。フランス、フランスはフランス。お待たせしました。お待たせしました。はい、はい、じゃあドライブを始める前に、リーガルハイスペシャルクランクインになります。広瀬涼子さんです。お願いします。まずはリハーサルです。足を怪我している設定の酒井さん、自主練に余念がありません。昨夜あなたに踏みつけられた私の足がまだ腫れも引かず痛みがあるので、慰謝料の請求と傷害罪の刑事告訴を考えているんですよね。猥褻行為を強要した人に対して正当防衛です。交換未遂でこちらの刑事告訴しても構わないですよ。2日連続で部屋に入ってシャトーマルゴを4本開けておくなら送金はなかったという顔ごと通用しないと思いますが。通用しないかどうか法廷で争ってみましょう。面白い、君はこの私が誰か分かっていない。分かってますよ。お金で何でも手に入ると思っている勘違いやろう。君は男を漁りに来たくせに上等な男を見極める目もお互い勘違いようなら、自分がどれだけのビジだと思っている。私に言いますが、顔は65点、体が40点、性格は圏外。ギャーごめんなさい。さて、行きました。こんなところを訴えるからなっていうのがありました。はい、はい。よく似たガリバドのフランス人であることを言うの。電話がつながらないで直接来ました。日本に帰りましょう。どうしても引き受けていただきたい依頼があります。断る。そして君はクビだ。いやー、帰ってきました。帰ってきましたね。さあ、この名コンビの復活も嬉しい限り。そして君はクビだ。お、パシッ。あ、払う。止められないな。下からだけど、そして君は。そして君はクビだ。さあ、本番。つけられた私の足がまだ腫れも引かず痛みもあるので、慰謝料の請求と傷害罪の刑事告訴を考えているんですかね。君は男を漁りに来たくせに上等な男を見極める目も持たない勘違いようなら、自分がどれだけ飛び地だと思ってる。私言いますれば、顔は65点、体が40点、性格は軽快。アニーサフェマン。あら。はい、はい、カット。はい、カットです。これは悪夢。よく似たガニ股のフランス人であることを祈るよ。電話がつながらないんで直接来ました。日本へ帰りましょう。どうしても引き受けていただきたい依頼があります。断る。そして君はクビだ。はい、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 チェックです。続いてこの方が現場に登場。遠路はるばる白馬までお越しいただきました。お願いします。
何してるの。ではドライバーにご紹介します。事務員服部役、里見孝太郎さんです。コミカドらしいとっても優雅なシーンです。はい、じゃあ行きます。はい、中学校のいじめ問題ですか。和彦君は今の昏睡状態で、この先意識が戻るかどうかもわからないそうです。でも学校側はフルの事故で片付けようとしている。うるさーい。私の弁護士は2000万だ。それが払えない貧乏には泣き手リストが君のような四流弁護士と心中してコッパみじんになるしかないのだと伝えたまえ。私が戦います。カット。はい、引きなり確率がなかったですけど、ちょっとこんな感じっていうのだけちょっと 見てもらっていいですか。いい感じです。全然中学校のいじめ問題ですか。和彦君は今も昏睡状態で、この先意識が戻るかどうかもわからないそうです。いじめられる側にも問題があるんだよ。問題を隠蔽するためにいじめられた側を隠して、いじめ私は万が一なので、長野の発売があって答えてもらわないだろう。どこが発売だろう。全然違うだろう。ハッパですよ。もうどう見たってハッパ。うるさい。私の弁護士は2000万だ。それが払わない貧乏には泣き手リストが君のような四流弁護士と心中してコッパみじんになるしかないのだと伝えたまえ。すごい際どい。私が立て替えます。なるほど、すさまじいシーンだね。面白かった。